さあ、週末に行われる都ステークスです。今週も競馬相手の高橋健二さんに調教ベスト3お話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は G1 中休みということにはなるんですけれども、チャンピオンカップ、チャンピオンズカップに向けてということにもなります。1着馬に優先出走権ということで、JBC も行われましたけれども、ダートの秋といいましょうか。結構ね、このダート競争っていうのが本当に大きな舞台で、海外でもね、大きな舞台経験する馬もいますし、面白いですよね、メンバー見ていくとね。そうですね。JBC もね、同じ週に開催されるということで、こっちにどれだけのメンバーが集まるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、予想以上にいいメンバー集まりましたし、新しい世代からの参戦っていうのもありますんでね、非常に見応えのあるレースが期待できるんじゃないかなっていう、そういったメンバー揃いましたね。中心で言うと、やっぱりオメガパフューム、東京大賞典4連覇して、今年この年末5連覇を目指すっていうところから、この秋の指導戦ということにもなりますし、おっしゃったように、こう3歳馬っていうのもね、本当に揃っていまして、いいですね。大聖ドレフォンであったり、ハピであったり、その世代トップクラスの馬であったり、そこから、ウィリアム・バローズとか、萩野アレグリアスとか、で、クリンチャーとかっていう、オープン競争でも結果出してる馬っていうのもずらりといるっていう感じなんですけれども、揃ったというか、メンバーになりましたね。そうですね。これからのね、ダート路線を占う意味でも、ちょっとこの古馬勢と3歳勢の力関係がどうなのかっていう把握が、おそらくこのレースではしっかりこうできることになるんで、ダート路線でも3歳馬のレベルが高いのかどうかっていうのはね、確かに。一つ見どころではあるかなというふうに思います。これ、ダートっていうことになりますけど、調教ベスト3の注目のポイントっていうのはどういうところになってきますか？これはですね、難しいんですよ、ダートって実は。やっぱダートの馬っていうのは、もちろん、走のスピードももちろんオープンクラスまで上がるためには必要なんですが、やっぱり芝よりダートの方がパワーがいるので、そういった馬場に対応できるパワーと、それに体力を削られないっていう、そういったね、力強さっていうのが重要になってくるんですけども、そういうタイプの馬って意外とね、調教では目立った棘が出ないんですよね。ダートっていうところもあるのかもしれないですよそうね。ですそんなね。にね、タイムが出るっていう感じじゃない。やっぱり芝の瞬発力タイプの馬に比べると、ちょっとこう時計が出にくいっていうのが、ダート馬の特色で、特に短距離より中距離の方がそういう傾向が強くて、確かに。すごく調教の見極めっていうのが難しいんですけれども、そういった中でね、ちょっとこうキラリと光るものを見せた馬っていうのをね、しっかりピックアップしていけたらなというふうには思います。時計だけじゃないっていうと、どういう部分っていうのが、その見るところのポイントになってくるんですか？そうですね。やっぱり体力勝負になってくるところがあると思うので、一応しっかりこう休み明けの馬は入念にこう、調整の方ができてるかどうかというところが、やっぱりこう苦しくなってからもう一踏ん張りできる、もう一伸びできるっていう、そういった勝負根性ですとか、あとはやっぱり体の強さですね。やっぱりしっかりこう馬場に負けずに動けてるかどうかっていうのをしっかりこう観察する必要があるのかなというふうに思います。それをクリアしてきた馬は、実戦でもこう結果を生み出すことが多いというふうな、印象は持ってますけれどもね。という見方で、調教ベスト3見ていきたいと思います。第3位です。第3位は、3歳馬大聖ドレフォンにします。大聖ドレフォンですね。3ヶ月休み明けということになります。前走が、限定戦でした、レパードステークス。これはカフジオクタゴンの2着ということで、敗れてしまいましたが、この3歳勢のオープン競争だったり、2勝クラスであったりね、ここで勝利も上げていたりと、もう世代の中で言うと、もう指折りの実績を持ってる馬と言ってもいいですね。そうですね。そのレパードステークスから、今回は3ヶ月明けての、レースということになるんですけれども、休養明けの中の馬では、この馬が一番かなり入念に調整う
たなという感じがあります。まあ、コース調教を中心にね、まあ、調教の輪を組み立てている馬なんですが、とにかくこう合わせ馬合わせ馬、もう本当にこうずっと合わせ馬でしっかりこう走る体勢を整えて、徐々に徐々にこう動きも上向いてきたと、まあ、そういったまあ理想的なこう上昇カーブをね描くような調整ができたっていうのが体勢ドレフォンなんですけれども、ここ2周の追い切りを、VTR で見ましたけども非常にいいですね。走り自体もねすごくしっかり全身を使って上手に走れてるんですけれども、どうしても最後の局面でね合わせるまでもう前に出ようっていうような、まあ、そういった姿勢がすごく感じられて、最後の人の身にぐんとこう加速する感じがねすごくこの馬は今回は良かったなというふうに思います。2週連続そういった追い切りができましたし、追えば追うほどしっかりこう反応してくれる感じなので、芝馬ほどの瞬発力っていうのは感じないんですけども、ただまあ本当にこう動かした分だけしっかりこう力強くこうハミを取ってぐんとこう人伸びできるっていうような、まあそういった姿勢がねすごく良かったというふうに思います。まあ入念に乗り込んだことによって、まあ心肺機能っていうのもね、まあ本当に最高潮に近いところまで持ってこれたというふうに思いますし、すごく操縦性も高くて、レースでもねしっかりこう力を出せるタイプだな、まあ確かにそういうタイプなんだろうなっていうような印象を、まあ、調教からもねしっかりこう感じ取ることができる、まあ、そういった動きだったというふうに思いますので、中身の濃い調整ができたというところを評価して、まあ、今回はこの第3位にしたいと思います。やっぱりこうなんかイメージとすると三歳馬対コバっていうと結構やっぱりダートっていうとこうコバになっても長く活躍する馬が多かったりする中で、三歳馬っていうのはなかなかこうコバとの対決になるとちょっとこう分が悪いかなみたいな見方されがちなんですけど、そういう意味ではどうですか、まあ、結構三歳馬が、ね、有力どころにいますけれども、そうですね、おっしゃる通りにやっぱり古馬の壁っていうのは非常に高くて、芝よりダートの方がむしろ高いんじゃないかなと思える、やっぱり体力的に古馬の方が優勢っていうことが結構多いんですよね。なので体勢ドレフォンに関してもまあ古馬レベルに達してるかどうかっていうのはまだちょっとこう疑問な部分はあるんですが、ただまあそれを補ってあまりあるやっぱり心肺機能の高さですとか、まあ、操縦性の高さっていうのがありますので、その武器をしっかりこう実戦で出して戦えば十分にやれるレベルにはなってると思いますね。はい、本当にね、操縦性という話もありました。結構前にねつけていい競馬をするっていうところもあるし、スタミナもねそういう意味では折り紙付きっていうところもあるから、そういった意味ではこのね、コバ相手にここで活躍するっていうことになると、はい、さらに楽しみな一頭ということになりますが、そうです ね、はい、3位に挙げていただきました、はい、続いて第2位です。はい、第2位はウィリアム・バローズにしました。この馬も本当に堅実な馬で、ダート7戦5勝2着2回という安定感があります。前回がラジオ日本賞、これもね人気になってたんですけども、最後はアシャカトブに捉えられる形になって2着ということでしたが、惜しい競馬でした。5ヶ月半の休みを経て前走を経て今回のレースということになりますが、2位の評価です。そうですね、まあ、この中間も、まあ、中6周なんですけれども、コースと販路併用で本当にこうみっちり鍛え込んでさらなるスケールアップを図ってきたというような、そういった調整過程だなというふうに思いますね。まあ、まだダートではね本当に、レーンを外したことのない、そこを見せていない馬なんですけれども、すごくそういった力強さっていうのは調教の段階からも感じることができるというふうに思います。まあ、1周前コースで芝居さっとこう伸ばすような追い切りあったんですけれども、まあ、この時の伸びも力強かったですし、まあ今週の反論はね、まあ、先週比較的こうコースで強い負荷をかけたということで、比較的こう馬なりでね、まあ、馬のリズムに任せた調整ということを今週はやったんですけれども、ただまあ最後まで余裕を持ってすごく力強い動きだったなというふうに思います。この馬はどちらかというとこうダート馬にしては身のこなしがちょっとこう柔軟で、体全体をこううまくこうしならせて、走るタイプの馬なんですけれども、なのでちょっとこうダート馬的なゴツゴツ感はあんまり感じないんですけどもね、ただまあその分しっかりこう地面をかき込んで前へ前へっていうような、まあ、そういった走りができてますし、
まあ、最後ね、ちょっとこう重心が傾いたり、まあ、まだちょっとこう走りは荒削りだなっていうようなところはあるんですけれども、本当に、パワー的にはね、コバの一戦一戦級と戦ってもそんなにこう当たり負けしないんじゃないかなっていうような、まあ、そういったレベルの力強さは身についているというふうに思いますね。この中間も、まあ、本当にこうみっちり鍛え込んできたというところと、まあ、やっぱりこうまだちょっとこう荒削りなんだけれども、そこを見せていないよっていう魅力、まあ、それとやっぱりこう体の使い方のうまさですね、まあ、そういった部分を、まあ、今回は評価してこの馬を第2位に挙げたいと思います。なるほど。前回 の、 ラジオ日本賞も本当に人気になっていて、うん、結構、ね、勢いもあって勝ちっぷりなんかもいいっていうことから、うん、まあ、有力視されてたんですけれど、うん、はい、この2着っていうのはこうどう捉えたらよろしいですか。ちょっと向かなかったみたいなところもあったんですかね。まあそうですね、うん、まあ勝ち馬にちょっと展開が向いてしまったっていうところもあるとは思うんですけれども、うん、ただまあこの馬自身のスタイルは崩さずに、うん、こう自分の走りを貫いての2着なんで、特にこう悲観すべきところではないと思います。で、まあ馬場自体もね、まあ、前回はちょっとこう足抜きのいい馬場がほぼほぼ初めての経験だったので、確かにそういった経験値のなさっていうのも少しこう響いた分、しきれなかったのかなっていう感じはするんですけれども、うん、おそらくまあどちらかというと乾いた馬場のでパワーを生かす方がこの馬パフォーマンスが上がりそうな感じがするので、うん、まあそういった意味では今回は、まあ、天気予報的にもちょっと期待できるんじゃないかなと思いますね。重賞初挑戦ということにもなるんですが、まだそんなに確かにそこを見せていないというところもありますので、うん、このメンバーの中で勝ってくると、はい、本番も G1 も楽しみな一頭ということになってきそうです。ウィリアム・バローズ2位に挙げていただきました。では第1位でございます。はい、第1位は3歳馬のハピにします。このオメガパフュームを差し置いてという形になって、ここで3歳馬出てきました。前走は、まあ、3歳馬なんですけれどもね、コバとの一戦重賞シリウスステークス2着、後方からの追い込みを見て、見せて2着に入りましたハピです。まあ、3歳世代でもレパードステークス3着だったり、ジャパンダートダービー4着だったりと、まあ、世代の中でいうともう上位の馬ということにもなりました。コバとの対戦の経験もあるハピ、ここで、1位の評価ということになりました。お願いします。そうですね、まあ、この馬は良くも悪くもダート馬っぽくあんまりなくて。あ、そうですか。うん、そんなにこう体が大きなわけでもないですし。あ、そうですね、調教ですとか、まあ、レースでの走りを見てもそんなにこう力強さというかパワーを前面に押し出したようなタイプではないですよね。うん、まあ、それでもこう実戦に行くとしっかりこう結果を残してくる、まあ、その秘密はどのあたりにあるのかなというのをずっと考えたんですけれども、まあ、追い切りの動きは非常にいいですね。うん、1週前は本当に今回一緒に同じ厩舎で出てるブリッツファング、うん、まあ、この馬に楽な手応えで先着していますし、まあ、今週は、まあ、先週合わせ馬をしっかりやったということで、まあ、リズム重視、本当に馬なりでさらっと流すっていう調教を、販路でやったんですけれども、うん、まずリズムがすごく正確なんですよね。一心こうどちらかというとこうダート馬っていうのはこうバタバタ走る感じで少しこう走りに遊びがあったりするんですけれども、この馬はそんなところがなくてすごくフォームがまとまっていて、そこまで一定の回転でしっかりこうしたフォームで駆け抜けてくるっていうところがあるので、すごくダート馬の中でもまあ、どちらかというとやっぱり瞬発力に特化したタイプなのかなというような、まあ、そういった印象があります。で、まあ、それでいて、まあ、今週はすごく楽な感じで、うん、駆け抜けていましたし、最終追い切りの時計自体は、まあ、前走時とそんなに変わらないんですけれども、まあ、前走時より今回の方が楽に動けてるなっていうのはそういったイメージでしたね。うん、すごくスピードの乗りも良くて、うん、どちらかというとやっぱりこう芝で走らせてもねいい走りするんじゃないかなっていうぐらいの、決め手というかこう切れ味を持ってる馬なんですけれども、うん、それでいてこうダートでしっかりこう結果も残し続けられているというのはやっぱりこう芯がしっかりしてるからだと思うんですよね。うん、それはすごく走りにもよく出てると思います。まあ、冒頭に言った通り全くこう重心もぶれずに正確なリズムで最後までしっかりこう駆け上がってくるあたりが、まあ、この馬の真の強さで、
見た目以上にこう実践に行っていいっていう意味では結構オメガパフュームと似たタイプだなっていう。ああ、なるほどね。うん、オメガパフュームもそんなにこう馬鹿があるタイプじゃなくて、まあ、ただオメガパフュームよりどちらかというと、やっぱりあの、キャリアが浅くて、長期でも真面目に走る分、ハピの方がね、すごくよく見えるんですけれどもね、タイプ的にはすごくよく似てるなというふうに思います。まあ、総合的に判断しても、時計の出方っていうのが、ちょっとこう、他の馬とは、一線を画すぐらい、うん、すごくいい、うん、スムーズにこういい時計が出てるっていうような、まあ、そういった印象がありますし、まあ、総合的に判断すれば、まあ、ハピが今回は1位なのかなという感じがしますね。はい、なるほど。しっかりこう後方から足を伸ばしてくるというか、ね、レース展開に左右されちゃうところがあるかもしれないですけれど、でも確実に追い込んでくるタイプの馬ですよね。うん、そうですね、うん、おそらく今回はある程度こう展開も流れそうですし、で今の阪神って結構タフでパワー型なんで、ちょっとこう前が速くなると差し有利になったりもするんですよね。確かに、うん、そういう意味でも展開的には僕はむしろ今回はハピに向くのかなっていうような、まあ、そういったイメージも持ってますし、もちろん54キロという筋量もね、それはありますね、本当にありがたいので、うん、そのあたりを生かせば十分に、まあ、周囲争いできるような、まあ、そういったレベルにはあるんじゃないかなという感じがしてます。なるほど、ありがとうございます。ということで上位3頭の中で大成ドレフォン、そしてハピという3歳馬の2頭が入ってくるという形になりました。で、ね、やっぱりこうダートというと、はい、オメガパフュームもいますけれど、まあ、上位3頭の中には今回は入らなかったということにはなりましたが、